続いては小木手由紀の漢方で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門医心の薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も医師の薬局小木手由紀先生にお越しいただいています。小木先生こんにちは。どうもこんにちは。今日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ先生、今日のテーマは、加齢に伴って増える疾患についてなんですけれども、はいはい、どういった疾患があるんでしょうか。まず加齢となってきますとですね、まあ、年齢もこう高い方というふうな形になってきますので、やはりその、高血圧の方だとか前立腺肥大症の方、あと糖尿病の方、あとその尿、梗塞ですね、あと難聴、耳鳴り、あと狭心症、あと膝痛、腰痛、まあ、心筋梗塞、痛風、まあ、こういうふうな疾患でお悩みの方が、まあ、いらっしゃると思うんですね。はい、いくつか挙げていただきましたが、特に多い相談はどういった疾患ですか。はい、まあ、このような方に多いのはですね、やはり一番多いのが耳鳴り難聴なんですよね。で2番目に多いのがですね、前立腺肥大、あと尿失禁で、3番目に多いのが糖尿病で、4番目に多いのが腰痛、膝痛で、5番目に多いのが高血圧という順番になってるんですね、うちの薬局の方では。はい、はい、その中でも今日は特に一番多い相談と挙げていただきました耳鳴り、そして2番目に多い相談ということで前立腺肥大についてですね、特に、はい、掘り下げてお話をしていただきますが、はい、まずは耳鳴りですね。耳鳴りの方に見られる自覚症状というのはどういったものがありますか。はい、耳鳴りの方に多いのはですね、やはりセミの鳴くような音が聞こえるっていう、まあ、訴えですよね。ジージーという、 こうセミの鳴くようななんて表現される方が多いんですが、はい、まずセミの鳴くような音、あとキンという金属音が聞こえる、こういうふうなことを訴える方も多いんですね。あとその 水がですね流れるような音が聞こえる、うん、あとですね耳が詰まったような感じがすると、うん、まあ、トンネルに入った時のようなこうこもった感じっていうんでしょうか、まあ、そういうふうな音が気になるという方が多いんですね。はい、はい、では症例を一人紹介していただきます。はい、はい、どういった改善例ですか。はい、まず今からご紹介する方はですね、 1,2 年前からこの耳鳴りが鳴ってですねお辛いということの、まあ、症例なんですが、はい、まず自覚症状としましては、キーンとかですね、まあ、ジーとかいう音がですね左耳で鳴ってるっていうんですね、うん、まあ、常時鳴ってますと。で耳鳴りがですね夜に強くなるケースが多いんです、この方。はい、でそのためにまあ眠れないことが多くてイライラしてしまうと、うん、で後頭部やその肩が凝るということと、あと血圧が高いんですよねこの方。あ、失礼しました。上が158の血圧、下が93の血圧と、まあ、はい、上も下も高いと、で頭痛したりめまいしたりすることも時々ありますと。で肝機能がこの方低下してて、肝機能の値が高いと、うん、で病院の方にはですね、まあ、通院されてまして、血圧を下げるお薬だけいただいてますという方の症例なんですね。はい、でこちらの方にはですね、柴胡か龍骨ボレー湯というお薬を服用していただいたんです。でこの方のまあ経過状況なんですが、まず2週間経った時点でのコメントがですね、後頭部やその肩のこりが楽になってきたかなと、うん、はい、で1ヶ月半経った時点でですね、キーンという音が少し弱くなったっていうんですね。で4ヶ月経過した時点では血圧が下がってきてですね、上が140代、下が80代と、で最近頭痛も起きないんですということをおっしゃられたんです。で7ヶ月経過した時点ではですね、耳鳴りが昼間ほとんど気にならなくなってですね、 夜もこうぐっすり眠れるっていうんですね。で11回経った時点ではですね、耳鳴りは最近ほとんど気になくなったし、で血圧も安定してですね、頭痛めまいも起きませんという方の症例なんです。はい、まずはじめにその後頭部や肩こりが楽になったということをおっしゃってますけれども、はい、この柴胡か龍骨ボレー湯というのは、はい、そういう肩こりなんかにも効果的なんですか。そうなんです。はい、血圧高い方で肩が凝るような方によく使われたりなんかする処方の一つでもあるんですね。はい、はい、ありがとう
ございます、はい、さあでは続いて前立腺肥大症についてですが、はいはい、この前立腺肥大症どういった自覚症状が出てくるんでしょうか、はい、まずあの前立腺に関しましてはですね、あの症状としましてはトイレの回数が多くなってくるんですね、はい、でおしっこがで勢いがなくなってちょろちょろしか出てこなくなるんです、はい、で残尿感がですね常にあるという症状も あの出てくるんですね。であと夜間にですね、まあ、トイレに何回も行ってしまう、うん、で排尿時にですね痛み不快感がある、まあ、こういうふうな自覚症状がですねこの前立腺肥大症の方に見られている、うん、まあ、症状といいますか、はい、なぜこういったことが起きるんですか、はい、まずあの前立腺というのはまあ男性特有のまあ器官ですけども、まあ、尿道の脇にですね前立腺というまあ器官がついているわけですね、男性の場合。それがですね、まあ、年齢を重ねるごとにあのどん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 大きくなってくるんです、うん、まあ、ある意味まあ男性の更年期なんていうふうなことも言われたりなんかしますけども、まあ、ホルモンバランスが崩れてですね前立腺がどん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 大きくなってくるんです。当然その大きくなってくると尿道を圧迫するわけですね、うんうん、そうすることによって先ほど言いましたように、まあ、残尿感があったり常になんかおしっこしたいしたいというふうな形になったりだとか、うん、尿道圧迫しますからおしっこがちょろちょろしか出ない、はい、してまた勢いもなくなってくる、はい、はい、ホルモンバランスが崩れてくることで肥大してくる。そうなんですね。そうなんです、はいはい、では症例お一人お願いします。はい、まずあのこちらの方なんですけども、4年ぐらい前からこう前立腺肥大症でお悩みの方なんですね、はい、で自覚症状は先ほどもお話ししたようにおしっこの出方ですねちょろちょろしか出なく回数が多いと、うん、で常にこう残尿感があって下腹が不快なんです、うん、はい、で体もですね疲れやすい、で手足は冷えやすい、で喉が渇きやすい、うん、で夜間も2時間おきぐらいにトイレに行って夜間にはもう 3,4 回行ってしまうと、うん、寝られませんよね、うん、やっぱりこうね大体まあ6時間8時間まあ、寝られるでしょうからその間に3回4回行ったりなんかすると1、2時間おきにね、そうですね、ちょっと寝ては起きておしっこ、ちょっと寝てはおしっこですからもう本当に辛いと思いますね。で病院の方からはですね前立腺の肥大をあの肥大症のお薬をいただいているというふうなことも言われた方なんですね、はい、でこちらの方にはですね五射腎気丸というお薬を服用していただいたんですね。でこの方のまあ経過状況なんですが1ヶ月半経った時点でのコメントがですねトイレの回数が日中10回以上行ってたんですけども最近8回ぐらいで落ち着いていますと。で、3ヶ月経過した時点ではですね、まあ、夜もトイレに1回ぐらいしか行かなくなってきたと、はい、で5ヶ月経った時点でのコメントがですね今度はあの喉の渇きもですね最近落ち着いてきたって言うんですね。で7ヶ月経過した時点ではですね、まあ、トイレも頻繁に行かなくてもまあ良くなってですね体が本当に楽ですという方の症例なんです、うんうん、はい、やはりこう前立腺が肥大するとその一度のトイレで、はい、なかなかこう、うん、一気に出すっていうことができなくなってしまうんですね、うん、そうなんですね、うん、ですからあの、まあ、泌尿器科でもあの、まあ、いろいろ薬なんかも投与されるでしょうけども、まあ、それでもダメであれば温熱療法といって尿道の先からこう入れてで前立腺が肥大するところで、まあまあ、加熱するって、まあ、要は火傷するとさせるような感じですよね、うん、はい、こう棒を入れてそれで、まあ、その分でこう熱を加えてこうで火傷するとあのチリチリチリってこうあの縮んだりなんかするじゃないですか、はい、まあ、あんな感じになるんですね。ですから一時的に温熱療法でそういうふうにしてこう、うん、小さくしてそれでもダメだったら今度はもうその前立腺を、うん、まあ、削るような形になってくるんで、あ、そういう治療法があるんですね、うん、そういうふうな形で、うん、まあ、西洋医学の話ですけどね。そうですか、はい、うん、はい、ありがとうございました。今日は加齢に伴って増える疾患中でも耳鳴りそして前立腺肥大症についてのお話でした。ここまで小木秀幸の漢方で健康に、今週も一心堂薬局の小木秀幸先生とお送りしました。小木先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。なんかもう聞いてるだけで痛い痛い。それでは最後にです、うん、そうですね、もう男性もですね、まあ、女性には生理があるかもしれませんけど男性にもそういう風なね。でも結局そうやって対処療法ってことですよね。焼いたりってだってホルモンバランスが崩れてるんだから、うん、その方法をどうにかしないと。そうなんです、その通りなんですね。やっぱり根本からやっぱり、うん、
ありがとうございました。薬剤師とお客様との信頼関係を第一に、様々な症状や